ルに仲間ができたのはいいであるが、ルシファーはどうだったであるか。ルシファーの情報を教えるである。そう焦るな。新たな英雄の情報が届いたようだ。見てみよう。そんなのどうでもいいである。オラ様の推し面はルシファーである。円卓の騎士をアーサーだとしてもか。アーサーはオラ様が会いたいモンストキャラ4年連続ナンバーワンである。元気なやつめ。うわー。治療は終わった。ここに置いて行きましょう。あとはその人次第。そうね、それは運命が決めること。新しい反応を感じる。目覚めると私は新たな力を得ていた。死の淵から蘇ったのだ。ブリタニアの民を長い間不在にした私をどうか許してほしい。私はもうすぐ帰る。親愛なる民へ心を込めて、アーサーより。よし、この手紙を届けておくれ。大至急頼むよ。ついに帰ってきた。アリウムの花か。懐かしい。花言葉はくじけぬ心だったな。どんな窮地に立たされようとも、民の笑顔が私を支えてくれた。みんな、今帰ったぞ。花屋のエリオット、そなたはパン屋のバーサロミュ。なぜこのような姿に。この国に何が起きたというのだ。これは確か、そうだ、マーリンほどの魔術師ならどこかに。マーリン、マーリン、マーリンはいないか。いるなら返事をしてくれ。この中ということはないよな。マーリン、そこにいるのか。私は、マーリン、無事だったか。いきなり現れるから怪物が戻ってきたのかと思っちゃった。ハムハム。怪物、どういうことだ。民たちの身に何があった。アーサー、あなたがいない間にベイドン山に恐ろしい怪物が住み着いちゃって。その怪物の息吹を浴びた者は、心の中にある希望を粉々に砕かれて、絶望のあまり亡霊の姿になっちゃったんだ。それで民たちも。私は魔力を奪われて井戸の中に。手元に残ったのはこの魔法石だけ。
さ。民を守れぬ悲劇な王よ。あれがそうか。息吹に気をつけて。民の姿を戻せ。手応えがない。だとしても、私は民を救いたいんだ。そうだよね、アーサーはそういう人だよね。よし、私もついてく。奪われた魔力も取り戻したいし。危険な旅になるかもしれないよ。そんなの平気だよ。私の占いだって少しは役に立つかもしれないでしょ。はんはん。旧車にあなたの愛馬スターダッシュがいたよね。あれに乗って行きましょう。ギリギリ乗れるかな。ハムハム。必ず元の姿に戻してやるからね。どうしよっか。他に馬車とかあったっけ。仕方ない、歩こう。足で歩く。自分の足であの山まで行くのはやめるかい。まさか。飛べなくなったけど平気だよ。神は何のために両足を与えたと思ってるの。膝枕をしてもらうためだけじゃないはずだよ。何も心配はいらないさ。私たちにはオーブの加護がついてるじゃないか。もう一度聞くけど、本当に行くの？怪物を倒したからってみんな元通りになる保証なんてどこにもないんだよ。保証か。アーサー、確かにそんな保証はどこにもないかもしれない。だからといってここで立ち止まっていてよいのだろうか。手痛い裏切りに遭い死の淵をさまよった私には保証など何一つなかった。それでも歯を食いしばり前を向き続けていたのは、いつかまた祖国の民に会えるという希望を捨てなかったからだ。希望がほんのわずかでもあるのなら、私はその可能性にかけてみたい。あ、もうさ。それにね、これはあの死の淵で私の心を支えてくれた民たちへの恩返しでもあるんだ。アーサー。みんな、ありがとう。
行こう、アーサー。民たちよ、待っていてくれ。必ず助ける。随分遠くまで投げたんだね。君を助けようと必死だったからね。この岩、何かついてる。あ、前途は多難だな。闇を分かつは決して錆びる一風。